土御門通親は何で襲われたの？関智一さん演じる土御門通親さん、暗殺されかけていたのを鎌倉側ではさらっと処理されてしまいました。どんな事件だったかというと、この頃自分の孫を天皇にして京都の権力ナンバーワンだった通親を引きずり下ろそうとしたんだろうと、山寺宏一さん演じる慈円さんが愚感賞に書かれていますね。ちなみに3人の左衛門の城という名前の人が犯人だったので、三左衛門事件と呼ばれています。 NHK の鎌倉殿の13人公式ホームページ1ページや本編もよろしく。